どうも、しょうちゃんの秘密基地へいらっしゃいませ。ということで、スターバックスの新商品が出たということで、今回はですね、なんと誰よりも早く飲むことになりました。ということで、今回新しく出たスタバの新作がですね、焼き芋フラペチーノということでね、今回はモバイルオーダーっていうものを利用して注文してみました。この新作のフラペチーノ、本来発売がですね9月22日の水曜日から発売になるんですが、モバイルオーダー限定で9月の17日金曜日からモバイルオーダー限定で先行販売ということでね、初モバイルオーダーを利用して買ってきました。こちら、じゃじゃん、焼き芋フラペチーノ。はい、ということで、見るからにもう絶対美味しいのは確定ですね。これはもう、しかも芋っていうところで僕の好みに刺さってる。あと、このストローなんですけど、フラペチーノ用のね、太いストローも今後どんどん紙になっていくみたいですね。僕はあんまり紙じゃなくてプラスチック派なんですけど、仕方ないということで、最後のこのプラストローでこの焼き芋フラペチーノを堪能したいと思います。乾杯、いただきます。うまちゃんとお芋も入ってるね、これ。あの、お芋の独特のあの食感もちゃんとありつつ、なんかめちゃくちゃそのシロップの甘さっていうよりか、もうほんと芋の甘さって感じの甘さです。これうまいわ。前回がね、すごいさっぱり系の夏って感じだったんですけど、まあ陽気もね、最近ちょっと秋らしくなってきて、そこにぴったりなフラペチーノです。前回のあのパインピーチより全然もうおすすめです。ぜひシルバーウィークはこれを片手に過ごしてみてもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日ね、これの紹介もなんですけど、モバイルオーダー、これね、素晴らしい機能だなと思いました。クレジットとか携帯とかのね、決済ができれば事前にオーダーしておいて、ドライブスルーでも店内受け取りでもすぐ受け取るだけみたいな、まあ行ってから作ってくれるみたいなんですけど、すごい簡単な、システムだなと思いました。こういうね、新作とかも先行でね、飲めたりするんで、もしよかったらモバイルオーダーも使ってみてください。また次回のスタバ新作、または何か気になったのがあったらご紹介いたします。See you again!